はい、いよいよね、今から本番でございますんでですね、まずね、本番に入る前にですね、今日のゲストさんに温かいメールなんかをいただけると嬉しいかなということで、まずメールアドレスをね申し上げておきましょう。メールアドレスは99@siga.tv、数字の99@siga.tv、 あなたからのメールをお待ちしております。お待たせいたしました。イエーイ。今夜のゲストはスネークのケイさんとユイチロさん、イエーイ。そしてそしてミーさん、イエーイ。ようこそね、お寒い中をですね、もうほんとすっかりスタジオの中はですね温まっておりますね。もう本当になかなかこうね、外はでもほら雪がね降ってね、もうほんと夜更け過ぎにはですね積もるのかな。ちょっと噛んだけどな。あ、ちょっと噛んだね。まあ何回噛んだんだろうね俺ね、600回の間にね、何言ってたということで、まあまあね、600回記念ということでね、お祝いがてらね駆けつけていただきましたね。皆さんもね、スネークさんもですね、ケイさんも、ケイさん、ケイさんとユイチロさんも、はいね、そしてまたミーさんもですね、結構何回もね、そうですね、このあ呼んでいただいて本当にもう ね嬉しい限りでございます。 しかも600回でそう、ね、僕らにメールじゃなくてミュージックボックス宛てにメールをね、そうですね、してもらいたいですね。嬉しいですね。そうそうそう、うん、ね、でまたですね、今日は何ゲストさんがですねこの花をです ね、 ね、そうですね、届けていただいてありがとうございます。ミーさん、ね、全然気がつかへん、ね、そういうこといや、いいんですよ、いいんですよ。僕らが一個ずつ渡したみたいな感じだったんですね。そうです ね、うん、ということは3個あるわけですね横取り、ね、手柄を取るもんですからね、はい、ありがとうございますまあそんなですね、でもほら今日初めてね聞いておられる方もいらっひょっとしていらっしゃるかもわからない、うんうん、じゃあ自己紹介ということでね、スネークさんから、うん、ちょっと紹介してもらいましょうか、うん、おや、あ、僕からですか、ね、うん、僕行く、僕もね、行くとかじゃ あ私から行きたいと思います。スネークのベースとボーカルをやっておりますゆういちろうと言います。よろしくお願いします。私は同じくスネークのギターコーラス担当の K 様こと K です。よろしくお願いいたします。そしてそして、はい、スネークじゃないミーです。はい、はい、そうだね、そりゃそうだ。でミーさんは何してんの？何してんの？いろいろ。すげえ漠然とした質問や。何してんの？いやいや、だってピアノ弾いてるとか。ああ、そういうことか。ピアノは弾かないです。弾かないね。はい、うん。何？風邪弾くの？風邪ぐらいです。なかなかねいい音すんだよね、みーちゃんのギターはね。そうガットギターみたいな作りね。ガットギターに見えるけど違う、ね、違う、ね、違う、ね、それとかあのウクレレ、ウクレレ ね、うん、キューちゃんと音源持ってきてくれた？持ってきてないです。今日コロッケ食べに来ただけなんで。ああ、今日コロッケ、ね、美味しかったね。美味しかったね。ちょっと喉にコロッケ、ちょっと粉がこの辺ね、見えないように、ね、まあ今日ねなんかこうミキサーの方が今ちょうど食べ出してますけどね、パサ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 、まあそんなことでね、今日は本当に3人さんがですね、熱くね、思いを語ってもらえるんじゃないかなと、この後ですね、まあ新コーナーをですねこう本当にズキューンと言ってみたいと思うんですけども、その前にあメールを早速ねいただきましたんで、メールを読ませていただきますね。ケールユニットの K さんからいただきました、うん、ありがとうございます。徳さん、サイモンさん、600回記念おめでとうございます。すごいですね、イエーイ、イエーイ。徳さん誕生日もねおめでとうございます。徳さん誕生日でおめでとうございます。昨日のお出来事でございましてですね本当にあっという間にね半世紀ですね、50過ぎました。はい、これからも1000回2000回を目指して、放送続けてくださいねということでございます。命のある限り笑いにくい、笑いにくいね、笑いにくい、はい、ゲストのミーさん、
ハートってこう文字って書いてますね。ありがとうございます。ハート、はい、今月は毎月聴いたオリジナルのクリスマスの曲がぴったりの月ですね。はい、やっと季節が追いつきました。ね、夏か春から歌ってるもんね。一年中。あ、一年中クリスマス。一月から歌ってますか。なるほどなるほど。はい、今夜も聴けるのかな、楽しみって書いてますよ。で、今日はコロッケを食べに来ただけです。はい、車でギター入ってんじゃん。入ってない。入ってない。もうだって仕事帰りだったら絶対ギター入ってるでしょ。入ってない。どういう意味や。はいはい。ということでございます。そしてスネークさん。はいよ。救急ライブでお友達になりました。なりましたね。ねえ、いつも楽しいライブ。音楽もとても素敵です。音楽もうやね。もう。音楽もうやね。はい。私もそう思います。はい。また救急ライブ行きますね。お会いできるのを楽しみです。楽しみですね。体に気をつけて頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、そんなね、いつも本当に楽しいね、ステージを届けていただいておりますですね、スネークさん。はいよ。一曲まず聴かせてもらおうかな。いきなり。いきなり。お。ね。ゆう紹介しちゃいない。僕ですか、うん、もう君しかおらんもん。まあね、紹介すんの。まあ、うん、おっしゃいきますか。では、最初の曲になります。スネークの、バラードになります。では聴いてください。 I need you。 もしこの手がなくなるのなら最高に何を抱くだろう。多分君を抱きしめるだろう。そして最後に泣くだろう。ここにあるこの想いを君に告げたいんだ。Thank you.
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね。バラードしっとりといいですね。本邦初公開。ね、本邦初公開ですわ。素晴らしいな。いい声してね、ここのこのボーカル誰だろうね。おお。お互い歌ってますからね。お互い歌ってますから。みんなもなんか。なるほどね。ありがとうございます。コーラスはまたいいね。ありがとうございます。頑張りました。はい、いろいろね諸事情があった ね。僕この時39度の高熱があって、あらららら ら、にもかかわらず、そうやったっす、期限があったのね。そう本当に申し訳ないことですよね、あれね。本当に皆さんよ、これが限界やつがね、やっぱりね乗り移って、こう素晴らしい演奏と、うん、ね、まあ、次行こうか。何が映ったんや。何が乗り移ったんや。次行こうか。早速新コーナー行ってみたいと思うんですが、ですね、こちらのコーナーはですね、あなたのズキューンっていうコーナーがですね、この秋っていうか晩秋ぐらいから始まったわけでございますがですね、これはどんな、ね、内容かと言いますとですね、いろんな曲を聴いた中で、まずイントロを聞いただけで、うわなんだこれってズキュンときたね、これイントロズキュン、ね、そしてサビよりも A メロの歌詞だとかメロディーが素敵だわということでズキュンときた、これはA メロズキュンと、この2つのどれかを発表してもらうということになっております。はい、今日はね前もってひょっとしたらねこう持ってきていただけたんじゃないかなと思うんですけども、ただねこうネット放送をねお聞きになられてる方、ちょっと大人の事情でね、ちょっとその間曲は聴けないんですけども、早速ですねあなたのズキュンを発表してもらいましょうか。よいしょ、よスネークの K 様わてあでございます。はい、ね僕やっぱりこう見えてもギタリストなんで、はい、ね、こう見えても見えてますじゃん、マジっすか、うん、でねアコースティックをね見てもらう機会が多いんですけど、うん、エレキギター出身なんですね僕、はい、でエレキギターが本職なので、はいはいはい、でどうしてもギターから入る曲っていうので、イントロでリフっていうんじゃなくて、はい、もうテーマっていうんですけど、はい、テーマから入るっていうのがすごい好きで、はい、で僕がこの世界に入るきっかけになった曲の一つでもある。じゃあ、うん、もうちょっと前ですね、だいぶ前になって、ちょっと前ちょこっと前、ちょこっと前、ちょこっと前ですね、そうです、はい、すごいかっこいいですよ、うん、鳥肌が立つ、かっこいいです、ね、なるほど、うん、未だにPV は忘れられないっていう、あ PV もかっこよかった、はい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 、そんな曲でございます。はい、これ何そのまま題名言うすか、曲紹介はね、ガンズ&ローゼスの、はい、アペタイト・フォー・デストラクションというアルバムの9曲目のスイート・チャイルド・オブ・マイン。なるほどなるほどなるほど、さすがやね、さすがやね、うん、やっぱりほらエレキギタリスト、そうですね、うん、K さんはやっぱりこのトゥティ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 、ね、全弦半音下げて貼るんで、うん、E フラットになるんですけど、E フラットのマイナーペンタ一発で入るっていうね、うん、ここギタリスト僕これギタリスト理論も分かるの、理論も分かるなるなるなるほどで言われて分かんない人は結構いるんだよねこのスタジオもね、はい、まあでも本当にね、うん、いい音してるねこれ、もうすごくそのさ、エレキギターのさの鳴く音ってたまんないね、うん、ギブソンのレスポールに、うん、オールドのレスポールにマーシャルっていう、あ、うん、はい、マーシャルね、マーシャル、マーシャル、もう定番ですよね、でもう突っ込んでちょっとでね、うん、引く、引く、かっこいいね、本当どうすか、初めて聞きましたこの曲、うん、うん、初めて聞いた、かっこいいっしょ、かっこいい、ね、な広がらへんな、曲がったロジでしたね、あんまり興味ない、曲がったロジやったそのつまりやった、そうそう、地元人しか知らんとこやった今まあまあそんなところでですね、なんとついはみーちゃんが発表してもらいます。みーちゃんのあなたのズキュンは、私も、うん、A メロの方、 A メロねな曲なんですけど、なるほどなるほど、私の場合は、うん、イントロじゃなくて A メロ、ね、そう A メロね、うん、私の場合は自分で歌詞を書くので、うん、やっぱり歌詞重視
ていうところがあって、あ、歌詞できたわけだ。その中でも最近ここ2年ぐらい大好きなのがバックナンバー。バックナンバー、まあ、ちょっとね皆さん流行ってますけども、はいはいはい、でも歌詞がすごいどの曲聴いてもすごいよくって、うんうん、この意外とこう若い人が結構聴いてんじゃないの。そうそうそう、でもね、うん、バックナンバー自体は若くないんですよね。あ、 そ、 ね、そこがやっぱ親近感あるのね。そうね、はい、稼働、稼働いった今稼働、今、ね、そうね、このね、このこれがまたこの刺激がいいんだよね。何それ、ちょっと分からへん、分からへん、綱渡り感がね。ね、はいはい、でということで、あのまあ、うん、じゃあ聞いて、あ、聞けないんですよねこれね。あ、そうそう、ガイアネットを、じゃあ、ね、想像をしてください。おられる方はですね、はい、あのちょっと聞けないんですけど、ね、今日みたいなね、この雪の日にぴったりの曲ですので、うん、ぜひぜひまた後ほどでも聴いていただきたいなと思います。なるほど、バックナンバーのヒロインです。気がつけばね、はい、あたりが真っ白ですわ、ね、そこじゃないの、一番最初のとこなの。一番最初のとこね。うん、一番最初のとこちゃんと聞いてた？聞いてた？聞いてた、聞いてたもん。ね、聞いて、なんて言ってたの？いいね、あの子のセリフはいいね。ね、本当に、うん、あの歌詞はやっぱりとろけね、とろけるね。とろけるね。ね。すっげえため息ついてる。ため息ついてるな。深呼吸、深呼吸、深呼吸と深呼吸。いやいや、もう一度だからさ、あの僕帰ってから。そう、しっかりネットで調べて聞くから、本当にバックナンバーの。なんだったし、ヒロイン、ヒロインね、帰るまでに忘れんといてね、うん、あ、ここに帰っとく、うん、帰って帰って、はい、ということで、さあ、大鳥でございますわ。うちの、うちの、ゆうちの大先生、さてや、どんな、ちょっと待って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 、メールいただきましたから、あ、ありがとうございます、紹介しましょう、ありがとうございます。はじめさんからや、ね、はじめさんといえばね、このスタジオでね、MC もされてて、ね、うん、あのアナログボックスのはじめさん言ってね、自分の弾き語りもねされてますからね、なかなかあの音源も何回もこう流させてもらってますけど、はい、紹介します。お、なんかね、まずはじめさんからいきます。はい、徳さん、天の声さん、600回おめでとうございます。そう、これ、これからも徳さんの独特な語り口調と天の声さんのツッコミはてなボケはてなで楽しい放送よろしくお願いします。また遊びに行きます。はい、はじめさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい、またまたいただきましたよ。こちらはですね、ラジオネーム近江の国の最後の侍、団長や、ね、来ましたね、もうね、団長、もう団長やね、団長ですね、団長っすね、どの角度から見ても熊、ね、熊っぽい人間の人、じゃあ人間っぽい熊の人、そう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 、だって、ね、徳さん、皆さん600回おめでとうございます。近江の国の最後の侍です。そしてケイ様、ゆういちろくん、記念の会に羨ましいです。でしょ、でしょ、はい、ねえ、本当にね、まあまあ、しかしこんな良き日に僕はそこにいないのは残念です。かっこ笑い、残念残念、うん、ね、うん、焼けてほしいね、うん、あの今からでも遅くないね。おったらおったら怖いな。前いたんで、前いたんでね、あるからね、前回言ったスネークさんにはいつもお世話になって刺激を受けております。いや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 、そんなことはないね、うん、刺激的な、今日さっき流れた曲もライブで聴いたりしてますが、心にガツンときます。でしょでしょ、でありがとうでしょ、まず、頑張ったもんね、頑張ったもんね、メインボーカルだし、ゆういちろくんには成長というか進化にいつも刺激を受けてますわ。すごいな、怖い怖い怖い、笑ってどうすんの、笑ってどうすんの、怖い怖い怖い、なんかあるんちゃう、怖い怖い怖い、きっとなんかオチあるかもね、オチね、はい、ギターのケイ様にはいつもしびれます。なんか電気でね、ビリ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 、電気で乾燥してるからね、乾電やね、うん、なんちゃってですが、ギターを弾いてる僕はいつもそのギターの音色と弾いてる姿に
五光が指しているのも感じます。死んでますね。死んでますよ。上上がってくる。上がって。召されてるところよ。スネークさん、またよろしくね。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。野良猫さんも熱狂、熱烈応援してます。そうなんですよ、野良さん。いつも僕らのライブ来てくれて、ありがたいですよね。だから野良さんいらっしゃるから、きっと団長はね、来るんかなと思ったら全然来ない。そうそう、全然来ない。そうそう、まあそれではまたということで、ありがとうございました。ありがとうございました。2つね、いただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。大変お待たせしておりますね。はい。わあ、我らがもう大鳥でございますよ。大鳥ですわ。いよいよね。Y16 回転、ゆういちろうでございます。もう、ゆういちろう大先生ですよ。もう大先生、発表お願いします。いやー、これお二方がね、ちょっとね、いろいろこの曲に対して、ああだこうだこの思い入れがありすぎて、もうめっちゃ困るんですけど、僕これあの生まれて初めてイントロクイズで当てた曲ってだけで、そう、あ、ズキューンですわ、ズキューンポンスわ、黒いところが見えてただけで入ったやつか。そうすごいやん、それ。いやすごいんですかね。それが何の曲やったんや。お、忘れた。いや、覚えてますよ。覚えてますか。いつでももっぺって言えますから、いつでもね。はい、あ、言っていいんですか。じゃあペット言ってください。はい、では聞いてください。奥田民生さんでさすらい。なるほど、この曲だったら僕もイントロクイズね、はい、答えられるんじゃないかとね。皆さんにもぜひこのイントロで聴いていただきたい、この曲を、と僕は思っておるわけで。若干やけになってる。いやいや、でもね、あのイントロが、まあ、ズキュンと、まあ、来るわけなんですけど、来るわけだね。まあサビとかも、まあ、曲編成も、まあ、すごくうまいんですよ、すごい参考になりますし、なるほど、長いしね、まあ、そう、うん、ほんまに、あの、なんやろ、こうガツガツこう聴いてくれってなくて、もう、聞いてくれたらええんちゃうかなぐらいの、その気構えでやってはる、あ、この姿勢もねすごく好きなんですよ、うん、そうか、だからその魅力をこうね、ゆういちろくんが最近こうぐぐっとこうね出てます。出てます。出てるね。ほんま出てる。頑張りきれてないとこにじみ出てる感じね。そんな感じ。そう、このファッとした感じね。そんな感じ。ぬるっと。そんな感じ。そう思わない。思うでしょ。適当ですね。みーちゃん、なんか喋ってよ。笑ってるだけですね。のスタジオにリスナーが一人紛れ込んでる感じでね。今日はコロッケを食べに来たんだってば。コロッケを食べに来たね。そうそう。コロッケ&リスナー担当。やっぱりみんなほら、あのこう歌を歌う方はね、やっぱり自分のこう目指すところのね、こうボーカリストがいるわけだね。じゃあもう今もまさにそれを超えようとしてるのがゆういちろう君。素晴らしい。遅れた。そう、超える。すげえ。なるほど。超ハードル上がった。ハードル上がりましたね。なんかもうね、果たして横におるけどすごいかわいそうになってる。もうね、頑張って声出しますわ。なあ、んまり声を頑張って頑張ってかなあかんなと思ってまして、はい、もうやっぱり奥田民の後にはこの曲しかないでしょ。曲紹介を。次の曲ですか。いきますか。じゃあスネークの曲で、いつも最後にやってる曲であります、踊れる方はぜひ踊ってみてください。では聴いてください。スネークのリトルマイラブソング。思い出すと
笑えて一人で笑顔になれるよ。こんな幸せなことなかなかなれないことだから、だから大切にしなくちゃねって改めて思ったんだ今日になって。いつも君は素直なふりして素直じゃなくて、いつも僕を困らせてくれるけど心に秘めた僕の気持ちを込めた歌、小さな恋の歌、ギター弾いてメロディー確かめて、いつも僕も素直なふりして素直じゃなくて、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業、戦後事務用品等の販売を経てオフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど大型機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる、いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得、合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は074823-2233、 074823-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。
い、続きまして、はい、ライブ情報のコーナーでございます。よろしくお願いします。まずね、こうあの滋賀のミュージシャンライブスケジュールにいただいてる、うん、ね、情報からいきます。今度の16日の土曜日でございます。イエーイ、行く土砂降りナイト2017年ラストライブがございます。イエーイ、行く、ありがとうございます。こちら12月の16日の土曜日ね、場所は竜王町山の上にございます喫茶ロッケーで行います。イエーイ、素晴らしい。オープンが夕方の5時半、スタートは6時からということでございますね。チャージはなんとワンドリンクがついて1000円。よいしょ。素晴らしい、ね、出演者はですね、土砂降りナイト、そりゃそうだろうね、土砂降りワンラストライブってね、出なかったらえらいことね。はい、土砂降りナイト、ジオセロね、ジオセロ、ジですね、知ってる？ジ知ってますよ。小野田悟さんとルイ君のね、うん、あのジじゃないですよ、はい、ジオセロ。そしてなんと友情出演でね、平山健太さんがやってきてくれるね、いうことでございます。ぜひね、皆さんのお越しをお待ち申し上げております。そして17日次の日ですね、日曜日、うん、カフェローズで なんと今日のゲストのスネークさんが出演されますよ。午後1時半の、はい、オープンで2時スタート。イエス、はい、ね、こちらは何ですか？長丁場なライブっすわ、はい、チャージは700円プラスオーダーで、うん、いいんですか？いいらしいです、はい、いいんですね。大丈夫や思いますね、はい、ありがとうございます、はい、そしてですね、あの同日でございますのですね、こちらお日様日和っていうね、こう催しがございます、お近くの大正ホールで行われます。12月17日の日曜日、会場が12時30分開演が13時、サーチドラゴンヒロツーマンライブと、こちらはね、チャージは投げ銭制ということになっておりまして、飲食の持ち込み OK と。へー、そしてまたこの14時30分ですね、これその以後はですね、飛び入りライブになると、同時開催でね、お日様ピックの販売会がございます。はい、ここまでにしとかないとですね、スネークさんのお話を取っちゃうかも分かりません。この流れで、はい、スネークさんのライブ告知をお願いします。今言ったんちゃうの？まだあるか、まだあるか、はい、その次の週のね、22日がね、うちの裕一郎大先生が、うん、部長になって、うん、忘年会がありますので、あ、忘年会ライブ、忘年会ライブじゃなくて違います、忘年会、はい、忘年会が、はい、我々の忘年会が、はい、で29、30が、あの29が京都のセカンドルームさんで、30日が、滋賀県の森山市のジェイズカフェさん、ジェイズカフェ、それでライブ収めでございます、はい、なるほど、詳しくはウェブで、ウェブでウェブで、ウェブで、あとはあれですね、明日、はいはい、僕車検ですわ。あ、それ大事ですね、車検なんで、あ、それ大事ですね、それは、まあ、車検もライブですから、車検ですわ、車検ですわ、ね、ね、大事大事、土曜日にロッキー行って、ローズ行って、うん、忘年会して、忘年会して、ね、京都行って、そうそう行って、で、モーニングカフェ行って、森山行ってね、で、僕は31日に三重帰りますわ、うん、あ、なるほどね、そうなんだ、三重帰って鍋をする。なるほど。大丈夫。危ない。今5秒アクスやった。アクスやった。危なかった。鍋が出てけへん。鍋出てこない。そしてね、みーさんはこの年代はもう一応ね、歌い納めしちゃった。そうですね。この間の奥営業。まだひょっとした。あ、そうなんでもこの今日ね、お二方ともですね、うん、本当に救急ライブね、マーガレットステーションと奥営業時ね、はい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 。そうそうそう。ありがとうございます。もう本当お揃いのピースだねこれね。はい。お揃いのピースさ、ね、そうなくてはならないですね、ピースでございましてですね、あんまり噛み合ってないけどね、うん、パパあまり噛み合ってない、同じことを3人で言うて一応噛み合ってる、しかも同時に言うと、ね、
出すぎやってやっぱりデコとボコがないとね、デコばっかりやね、デコばっかり。でトライハルはどんな感じ、みーさんも。そうですね、2月3月はちょっと決まってるんですけど、はい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 、うん、雪が降る間は家から出ません、うん、あそうだよね、はい、やっぱりね、うんうんうん、本当にあの気膨れみーさんですからね、気膨れ、気膨れね、それもこもこやもんね、そうそうそう、切れば切るほど、ね切れば切るほど、うん、間違ってない、ね、あまあまあ本当はねどうしようかなと思ってね、はい、あと1曲曲かけようかなと思いつつも思いつつも思いつつもいかがですか、何がですか、スネークさん思わせぶりですね全然僕 ら, ですか、あのら曲をかけてもらおうがもらう前が全然大丈夫ですよ ね、 そうそうね、なぜ僕らどっちですか、あの喋りと曲とどっちでもいいですよ、あの要望通りに ね、 ねですね、かけるんだらですね3分ぐらいの曲はねいけますけど、3分ぐらい、3分喋っちゃいますか、ね、何喋るんすか、ね、もう3分、ね、いやいやいや、だって今年のさもうね、はい、今日がラジオ最後かもあるわけなんですけど、今年のいろんなね、あのライブのこう、うん、こんなことあった、あんなことあった、あればよかったね、あ俺やったらあれですわあの、うん、さっき一番最初に聞いてもらった I Need You っていう曲なんですけど、はい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 、あの、うん、ゆうちろ先生の、うん、親戚の方になるのかな、ね、結婚式でぜひ使いたいからっていうことで、あそういう流れなんだ、それでライブ音源からでいいからそれを撮ってあのちょうだいみたいなこと言われたんですけど、はいはい、このライブ音源のカメラの音なんで、うんうんうん、もうほんましょうもない、うん、音やから、はいはい、せめて、はい、うん、撮るまいなっていう話になったんですけど、そうそう、僕は高熱を出してしまう39度のね、そう、その時にもらったのね、はいはい、うん、そうそうそう、でもうそれ断ろうと思ったんですけど、うん、こんないい話、おめでたい話ないからして、うん、はいはい、頑張ったのね、そう頑張って、すごい頑張ってます、I need you、 I need you、 本当はギターも、うん、マイク撮りをしたかったんですけど、はいはいはい、ライン撮りに視線ともうゲホゲホ言いながら、うん、もうゲホゲホって言いながらそうそうそう、あのギター弾いて、でピアノも、うん、たまにゲホって言うからタッチがダーンってするそこそこ強くなってアモアモみたいな感じあそうね、でゆうちろくんももうほんま限られた時間の中で、うん、もうベース入れてボーカル入れてっていう形でね、そうそうそう、すごい頑張ったんです、なかなか、ね、もうだから僕が迷惑かけたんですよ、今年は本当に風邪ひいて、あーそうかそうか、ね、で SNS にうん、39度の熱を出したので、うんうん、体温計で、うん、そんな見てどうすんねん、そんな上げてどうすんねんって思ったんですけど、うん、やっちゃいました、撮って、ねね、SNS 上げたんですよ、ね、普通に、ね、やっぱりこの音源作りにも熱が入るんですね、熱が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 上がったところに仕事入ってきた、ね、そう、うん、そうそうそう、のメールはこう言ってるとですか、まだメールをね、メールを頂戴しましたよ、回はい、誰だろうな、ここつなげない、ここつなげないといけないですね、誰でしょうね、最新の機器をね、こう触った、ね、触ってますからね、うん、そうそう、ね、我々がつなげる、そう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 、誰でしょうね、うんうんじゃないの、うん、お嬢さん、そうそう、コロッケ食べたお嬢さん、ちゃんと喋りや、はいはい、はい、すみません、はい、かしこまり団長からまたまたおいいただきましたね、はい、改めましてお見送りの最後の侍です、改まったな、はい、決まりましたがあまりの寒さの中での仕事に頭痛と肩こりがきついですが、楽しそうなトーク、温かくなりながらご飯食べてます、もう食ってんだよ、下焼きを送るわいいよね、うん、またイベントやライブにも参加したいので誘ってください、ませませませということですね、はい、スネークさんも一緒に何かできたら楽しいっすね、楽しいっすね、かっこ笑いになってますけど、22日一緒にやりますからね、はい、そうだね、あ、忘年会、忘年会、僕もお客様と一緒に踊れる振り付けのある歌をやりたいので何か考えます、だってさ、それがいい、ね、うん、それいいね、あの難しいと思うけどな、難しいです、ギター持って刀でやるわけ、準備大変おっかね今日も楽しかったです、ありがとうございました、また飲みに行ったりライブしたりしましょう、しましょう、はい、しましょう、イエーイ、はい、ありがとうございましたね、ということで熱いね、団長からですね、メールいただきました、みーさんはあの今年特になんかこうこんなこと楽しかったとかありますか、特
に何も頑張ってないです。特に頑張った頑張ったじゃん、あのマーガレットもほら、奥江源氏もちゃんと美味しいもん食べたじゃん。奥江源氏一人で行けるの頑張りました。あーやれ、素晴らしい。よく落ちなかった、よく落ちなかった、ダムにはまるって言うからさ、俺浮き輪投げてやろうかなと思ってた、トラックのタイヤのさ沈める気か、ね、もう一人で崖登るって言うとまあ来年はね、またまた楽しいライブをあ、そうですね、はい、もうやっていきたいと、やっていきたいです、はい、これみんなの総意でございましてですね、はい、ということでですね、今日は長々とですね、長くはないよね、みんなが喋ってるとね、大体本当に 2,3 時間になるからね、まあそんなことでミュージックボックスはね、600回そこ大事、はい、ありがとうございますということで、この辺でね、ミュージックボックスは締めにしたいというふうに思います。今日お聞きいただいた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、バイバイ。この意外とこう若い人が結構聞いてんじゃないの。そうそうそう、でもね、バックナンバー自体は若くないんですよね。あ、 そこがやっぱ親近感あるのね。そうね、はい、稼働いった今、稼働今、ね、そうね、ね、とろけるね、とろけるね、ね、すっげーため息ついてる、ため息ついてるな信号機きっと、信号機、うん、いや本当にあのキブクレミーさんですからね、うん、キブクレ、はい、キブクレねじゃあもっこもこやもんね、そうそうそう、切れば切るほど、ね、切れば切るほど、うん、間違ってない、ね、うんうんじゃないの、うん、お嬢さん、そうそう、コロッケ食べたお嬢さん、ちゃんと喋りや、はいはい、はい、すいません、はい、かしこまりみーさんはあの今年特になんかこうこんなこと楽しかったとかありますか。特に何も頑張ってないです。特に頑張った頑張ったじゃん、あの普通にダムにはまるって言うからさ、俺浮き輪投げてやろうかなと思ってた、トラックのタイヤのさ沈める気か、ねえ、もう一人で崖登るって言うとだからね、まあ、そんなことでミュージックボックスは、ね、600回そこ大事、はい、ありがとうございますということで、この辺でね、ミュージックボックスは締めにしたいと。